こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、クラーベの、もともとの、発展みたいなところをやりたいんですが、クラーベってもともとは、西アフリカの方の、宗教とかお祭りとかで使われてた、そういった、儀式で使われてた音楽から来てるんですけど、これクワで「カンカウカカウカンカン」カンカウカカウカンカンっていうふうに、打つ人がいたんですね。で、それって、これってドラムで言うとダブルパラデュードでしょ。これね、だから、左右対称というか、右左右左右右左右左右左左っていうのが、こう、要はラテンってそうですけど、こうフレーズがちゃんと左右対称になっていることが非常に多いんですけど、よくできたリズムだと思います。で、それを、それの部分のポイントを取ったのが、こうクラーベ、要はクラーベってスペイン語で鍵っていう意味なんですが、いうふうに叩きます。で、他の、太鼓の人がやっぱとかで、こんなフレーズがいっぱいあって、その中で、一応よく定番で使われるパターンが、パターンになるわけですね。で、これをだからクラーベ踏みながら、っていうパターンになりまして、で、これが要は、キューバとかで移った時に、多分こうギターとかそういったもともとの現地の音楽、そういうのとこう結びつくわけですね。そうすると、偶数タイプのこうギターとかそういうこう偶数タイプのリズムが同時に入ってきて、だから同時混在してるんですね。和音項とか、一応詳細のパターンに貼り付けときましたけど、見てもらうと分かるんですけど、3連と16分が同時に聞こえてくるんですよ。だからこのカンカウカウカンカンも、クオンタイズっていうかね、この打ち込みパターンで言うとクオンタイズがかけられて、で、なんかこうタンタタンタスクツタウッタンタンにも聞こえるみたいな形になるんですね。だから、クラーベっていうのは、なんか左足が同じなんだけど、ちょっとこう寄せて16に合うようにするっていうパターンですね。オラシド・フェルナンデスの、教本では、これが3連寄りのものと16分寄りのものがあって、で、前半が3連、後半が16みたいな、なんかこう組み合わせをいっぱいやって全部できるようにしておくみたいな。だからつまりこう音に対して16でフィールの方を感じたければ16のフィールに足を寄せるしっていうような形で、全部クラーベがその時の音楽にこう吸い付くように叩けるようにするための、もう1ページ目で挫折するんですね。もう全然できないです。僕は凡人だなと思いますけど。で、パターンで言うとこうなるわけですね。具合に、クラーベで言うと、こうクラーベがちょっとこう雰囲気が変わって、急に速度が上がったような、3年になると急に速度が落ちたような、要は場所をちょっと変えるだけで倍のフィールに聞こえたり、場所をちょっと変えるだけで、半分のフィールに聞こえたりします。よくビル・シュアとかがやってて、僕もよく使うんですけど、このこうビルね、こうやってやってて倍に聞こえると。で、これは位置をちょっと後ろに持っていったら、これは3連に聞こえるので、急に半分のテンポに。という具合にやることもできるわけですね。こういうフィールはマイルスのフットプリンツの中でも使われてますので、これはまた、またご紹介したいと思います。というわけで、86の、ラテンっていうのが、こういうこのルンバクラベカン
っていうのを生んだってことなんですね。でこれがこれはどのこれがだんだんこのソンっていうコピポピュラーソングができてきて、この方が皆さんよく知ってるかな、カンカンカンうんカン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 うんカン、これをソンクラベというふうに言います。でソンクラベっていうのは僕の勝手な独断のお話ですよ。だからこれは分かんないです。どこの文献にも載ってないけど、なんで生まれたかと、多分お客さんに手拍子させるのに、これって結構お客さんできるんですけど、タンタツクツタン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 タツクツタンタン、ご一緒にって言っても結構みんなできないんですね。この比べがね、もともとは3-2のタンタツクツタウンタン、3-2っていうのは前半の小節に3つ入るから、タツクツタウタンタンタンタツクツタウタン、3-2の比べっていうのがあって、これがもともとね、だからそのタンタツクタウタンタンからできてきたものね。でタンタツクツタウタンタンっていうのが、これが3-2のルンバクラーベというふうに後で多分名前が付けられたと思うんですけど、でソンっていうのがカン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 タン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 、ポピュラーソングと特に分かりやすくするためのポピュラーソングとして発展したっていうふうに書いてあるんで、多分手拍子しやすいように持っていったんだと思うんですね。なので左足のクラーベのそのルンバクラーベとソンクラーベっていうのをどういうふうに僕はこの使い分けてますかっていろんな人に聞いたんですけど、まあ曲によって、例えばクラレンス・ペンなんかは曲の中でそのルンバとソンをところどころこう勝手に切り替えてるんですね。だからメロディーに吸着するようにしてるんだと思うんですけど、ルンバクラーベだったらルンバクラーベでこうちゃんとこうみんなタイムを取るし、ソンクラーベだとソンクラーベはやっぱタイムを取るし、どっちが難しいって言ったらルンバクラーベなんで、ルンバクラーベ踏めたら難しいから上手だよねっていうような認識に近いと僕は思ってるんですね。で左足のクラーベなんかは僕は まだまだルンバクラーベはパターンでは叩けるんですけど、このドラムソロで自由にってなると結構難しいんですね。これずれるんですよ。だからウタン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 プラウンウンウン、これソンクラーベだと右足と左足が一緒になるとこが多いんですね。ここはずれるけどここは一緒なんだ。とかルンバクラーベだとうんこれが左足がまた一個ずれるんで、これもう気にしてたらやってられないって感じで、これでドラムソロを自由にできるってすごい難しいと思うんですけど、なかなか僕はそこまで手がつけられない。多分また 1,2 年かかるんじゃないかなと思うんで、まあ数年のうちにはマスターしたいなと思ってはいるものの、なかなかできないで言いますが、こういうルンバクラベとソンクラベっていうのがある。うっかんかん、これが 2-3、 うんで、頭拍スタートがこっちが 3-2 になるわけですね。だからクラーベっていうのは、2-3 と 3-2 があって、ルンバクラーベの 2-3 と、ルンバクラーベの 3-2 があって、ソンクラーベの 2-3 とソンクラーベの 3-2 っていうのがあるっていうことですね。でこれは、まあ、全部こうやって練習していくということなんですが、今の使い分けではほとんどないですけど、ワマンコーっていう音楽をやろうと思うと、これはもう絶対ルンバクラーベなんですね。でないと音楽がはまらないんで、だからもともとトラディショナルのものはやっぱりルンバクラーベじゃないとはまらないっていうことだと思うんですね。ニューヨークに持ち込んだ時にね、この音楽がソンだって言ったらソンとソンを間違えるから、だからじゃあ、これはなんて読むんだって言った時に、もともとルンバの中からのソンだから、じゃあこの曲をルンバというジャンルにしましょうっていうことでルンバで紹介しちゃったんですね。だからソンとルンバを分けてたのにもかかわらず、それを逆転して教えてしまったっていうところに、なんかもうぐちゃぐちゃになってしまって、だからもう僕もキューバも行ったこともあるし、プエルトリコにも行ったこともあるし、ニューヨークにももちろん何度も行ってるんで、いろんなミュージシャンに聞いてみましたけど、よくわからないってみんなが言いますね。どこで何がどう起こったかよくわからないみたいな。ただニューヨークのミュージシャンは結構よくこう歴史勉強されてて、でキューバの方の人ってあんまりなんか自分たちの地元の音楽なんで、なんかあんまり興味がないみたいな感じですね。だからあんまりこうそういうのをこう詳しく知ってる人逆にいなくて、キューバのプロのミュージシャンってみんなヒップホップみたいなことばっかやってるんで、こういうラテンの元々のやつってのは観光地でしか演奏してなかったりするんで、よくわからないんですよね。でニューヨークの人たちはやっぱり多種民族なんで、自分たちの要は トラディショナルを守ろうとするんで、これがトラディショナルで、これがトラディショナルルールだっていうところでいろいろ教えてもらいましたけど、でもまあ
最終的にはよくわからないということは、だからもし詳しい方がいたらぜひぜひなんかメールいただいたりとかですね、していただけるといいと思います。コメント欄にでもねちょっとこう詳しく書いていただくといいと思いますね。建設的なメールのコメントの方がありがたいですね。だからこう下手だなとかそういうことじゃなくて、僕はそんなもう天才だと思ってないんでそんなに上手じゃないですよ。でもこう一生懸命勉強して練習してるんで、なのでこうなんていうんですかね、こういう風にするといいよとかね、実際に自分で動画上げてもらったりして、こういう風にするともっとサウンドするイエーイってなるとお互いプラスじゃないですか。だから下手だとか分かってないとか言って書かれたりとか、こうこれはこうだみたいなことをやっぱり一方的に書かれるとね、やっぱこっちも辛いですね。それなりにへこむんで、そうやって書いていただけると非常に嬉しいかなと思います。というわけで本日はここまでとします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。